違う。狙いは外出じゃない。そうか、まったくライダーも。おい、ライダー。外出ですか？いや、土蔵の帰り。そういうライダーは？買い物に行くならあっちに2号が置いてあるけど。これには訳がありまして、シロ。なあ、聞こう。シロだけに教えます。これはサクラにも話したことがないのですが、こう見えて私は何より速い乗り物が好きなのです。いや、知ってたけど。人の話は最後まで聞くものです。シロの洞察力には感服しましたが、理由まで明らかではないでしょう。いいですか。確かに2号は積載量といい、メンテナンスフリーな点といい、気軽な外出や買い物には最適だと思います。しかしこのいくら踏んでも乗ったりとしか進まない乗り物は私の性に合わない。いえ、ことは私の趣向だけではありません。本気で漕げば壊れてしまうなど、乗り物としてどうかと。100のエネルギーには100の運動で応えるのが乗り物でしょうに。つまりですね、この2号はスピードばかりか、エネルギーの法則さえあやふやにしているのです。しかしこの1号は生ぬるい2号とは違い、高速走行可能な駆動系を有しています。これであれば私の懸念も一気に解消するでしょう。エネルギー運営も正しい形に収まるでしょう。どうですか、シロ。ここまで言えば私の願望は大まかにお分かりいただけたかと。はい。ダメ。即答とは釣れないですね、シロ。もしこのまま私を2号に乗せて低速ストレスで円形脱毛症にする気なのですか。なるのか、そんなんで。そりゃやだし、さくらに泣きつかれそうだが、やっぱりダメ。シロ、あなたの1号を使わせてもらえないのなら、私は強行手段に出るしかありません。まさかライダー、力ずくで俺のビアンキを奪っていく気とか。いいえ、それは最後の手段です。私はセイバーとは違いますから。
白。この世に優れた乗り物は一号だけではない。一号を貸し与えてくれないのならそれでいい。私は他のより高速な乗馬に目をつけるだけです。手始めに大河の原付を、そして藤村組の大型バイクを拝借しましょう。それでもよろしいのですか、シロ。いいも何も。ライダー、二輪の免許を持ってるのか。免許と運転技能は関係ありません。ダメ。オートバイに乗りたかったらちゃんと教習所に行って免許を取ってくること。大体な、ライダーが警察のご厄介になったらうちは水没するぞ。さくらが大泣きして。あ、ではあなたたちの流儀で行きましょう。等価交換です。え、もし四郎が一号を使わせてくれれば、私もあなたにお礼をします。どこがいいですか、私の。シロ、あなたは何をしたいのですか。ライダー、それは…なんでもいいのですよ。私もシロが…これはもちろん冗談です、シロ。ライダー！それでは、私は出かけてきます。お二人ともごゆっくり。いや、さくら、今のは何でもないんだ。先輩、その先輩は何をしたいんですか。待った、違う、すっごく違う。ライダー、ああもう違うぞ。そんなさくらにしたいようなことはライダーには何も。では、私とどんなこと。もう、
先輩ったら。そんなことはない。いや、あるのか。なんでもないって。ライダーが1号に乗りたいって。はい、そうですよね。先輩にはもう2号さんが。